はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はですね、ちょっと新年2発目の動画なんですけれどもですね、アクシデントが起きましてですね、これカメルーン水槽なんですけれどもですね、まあちょっと多少葉っぱが茶色になってるっていうのはまあご愛嬌なんで、別にこれは問題ではないんですけれどもですね、フィルターの調子が良くないんですよね。2週間ぐらい前にですね、なんかその出てる水の水量が少ないなとずっと思ってたんですけれども、この年末年始でですね、ついに見ていただければわかるんですけど、もうほぼ出てこなくなっちゃったんですね。で、まあこの水槽はですね、まあその水槽台がですね、まあこういった感じで水槽台に扉がついてるタイプのやつで、結構その防音性が高いんですよね。なので今聞こえてるこの不快な音がですね、まああんま聞こえなかったんで、まあちょっと放置してたんですけど、まあ、いよいよ水が出なくなったんで、原因を究明しなきゃいけないなというところで、まあちょっとやっていきたいなと思います。とはいえ、まあこの動画内でですね、見事復活するということにはならないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ一応ちょっと原因を探っていきたいなと思います。一応これハウツー動画にしたいと思うので、まあ、エーハイムのその力が弱くなった時ですね、水量が弱くなった時どうするかみたいな。まあでも最初はやっぱあれですかね、呼び水ですかね、呼び水をするしかないと思うんですよ。まあでまあ、呼び水をするといえば、呼び水をするといえばこいつですよね、これで。まあこの入り口のところをですね、なかなかうまく映らない。まあここにですね、このようにしてまあ水を呼んでくるわけなんですけれども、でまあこうやって呼んでくるんですけど、まあ一回私試したんですよね、1週間ぐらい前に。まあ実際これだとちょっと力弱かったりするんで、もう本当口つけるような感じで呼び水ですかね、まあ要はその吸い込んでくるっていう感じをしたんですけど、まあ、いまいちそれだと解決しなかったんで、おそらく違うところに原因があると。つまりその呼び水されてこないっていうのは、その要はまず物理的にどっかで詰まってるっていうことですよね、考えられることとしては。だからまあそれをちょっと今日検証していこうかなと思うんですけれども、まあ、まず第一に考えるのはここですよね。ここのダブルタップを開いて、ちゃんとこうサイフォンの原理でここに水が来てるかっていうのを、まあとりあえず今確認したいと思います。でですね、今確認したんですけど、早くも原因が分かったかもしれないです。全然水来てないですね、これ。こんな感じで、全然映ってないわ。まあ、ちょっともう台めんどくさいから、こういうふうに。今こうやって、これコックをこうすると水が本当は出るはずなんですよね、ジャーって。で、それが今、これ、開けた状態なんですけど、全然出てきてないですね。本当だったらジャーって出てくるはずなんですよね。だからこれが出てきてないというのが原因です、おそらく。なので、まずここで一旦そのサイフォンの原理を使って呼び水をしようというところで、まあ例によってまたこれですよね、これを使ってちょっと一回カメラ置きま
でちょっとまあ呼び水したんですけど、ちょっと弱いですね。やっぱりこれどっかで詰まってますね。ということでちょっとこのホースを洗ってみたいと思います。よいしょ。やっぱ出が良くないですよね。今やったんですけど、ということでちょっと まあ、とりあえず、キッチンで洗っていこうかなと思います。まあ中が詰まってるんで洗ったからといって意味があるかと言われるとちょっと疑問ではあるんですけれども、ものすごく取りづらい。どこが詰まってるんだかわかんないんですよね。まあおそらくここら辺だと思うんですけど、まあ大体 A 配がどこが詰まるかっていうと、大体この部分なんですよね。往々にして。しかし、どうこれを取り除くかっていうのがちょっと、まあ本当はクリーナーがあったらそれで事足りるんですけど、今ないんですよね、クリーナーが。どうしよっかなーっていうところで。悩みますね。やっぱ針金を通すしかないかなっていう感じなんですよね。なかなか水の力だけではうまくいかないですね。なんで初日からこんなくだらないことやってるのかなっていうか、どこが詰まってるんだろう。でも詰まってるところが見えるな。どうしようかな。まあちょっと今あり合わせのこのアルミの線でいけるかどうか見てみようと思います。ちょっと難しいかな。よっ、うまくいったかな。まあちょっと本当エーハイムのクリーナーを買うのが正解なんですけど、ちょっと前壊しちゃったんですよね、あれ。ちょっと今使えないんで、どうかな、これで。
なんかこれでうまくいってるような気がするんですけどね。もっとゴシゴシやらなきゃいけないのかな。というわけで、一応洗ったんで、試しにやってみたいと思います。とりあえずここでちょっと試しにちゃんと開通してるか確認しましょう。まだ出てこない。すごいな。どこで止まってんのかな、これ。どこでちょっと止まってるか今察しがついたんで、でそこを集中的に。ああ恐ろしいな。なんこんな汚れることあるんですね。出ましたね。ちょっと非常に汚い映像なんですけど、今飛び出しましてこいつですね、これが詰まりの原因ですね。これだ、苔だな。これ取れたんで多分もう大丈夫だと思います。まあやっぱりなんていうんですかね、そのエーハイムもパイプが詰まるんですよね、やっぱりどうしても。まあそれを発見できれば、まああとはあれですね、エーハイムの純正のクリーナーですね、あれすごい優秀なんで、あれ買えば今みたいになんかこんな小道具使ってやる必要もなくやれると思うんですけど、いやでもすごいきっちり詰まってましたね。やっぱだから出ないんだなと思いましたね。よしよし、いやーよかったよかった。まあこれがもしフィルターの中とかがなんかその原因だとはちゃめちゃにめんどくさいんですけど、まあなかなかエーハイムでそこまでなんていうんですかね、ドロドロになるってことはないので、まあおっと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 、はあ倒れちゃったか。よいしょ。まあ、年始一発目から詰まりを解消するということで、なかなかいい動画だったんじゃないかなと思います。いいか、あそうですね、よっ、だ結局ここがですねこうなんないといけない、おっとこうなんないといけないんですよね。さっきと見比べていただければ分かると思うんですけど、まあこれで一応解消しました。これで多分うまくいくと思います。めっちゃ水で汚れちゃった。どうかな、あーよし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 、復活しましたね、やっぱり。いや、なんか意外に守備よく終わって、よかったですね。
なかなかやっぱりちょっとめんどくさいんですよね。なんかまあエーハイムのクリーナーはですね、マストバイなんで、ぜひ買っていただければなと思います。まあ大体皆さんもしフィルターがですね、うまく作動しないとかっていうのは、結構フィルターの中確認される方が多いんですよね。その露材が詰まってんじゃないかとか、ただ基本的に露材詰まることってあんまないので、まあぜひあれですね、このパイプの方を見ていただいた方がいいかなと。個人的にはというか、エーハイム歴、何年ですかね、もう。今年、また一つ年を重ねてしまったので、歴が結構長い私からすると、基本的にはやっぱりもう20年ぐらい使ってるんで、私からするとやっぱり、パイプの方を見た方がいいかなというところで、ハウツー動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。